早くないか。当日午前11時3分、地方裁判所被告人第一控室か。スタートして1時間で10杯飲んだのか。いやー、危なかったね。ほんまや。死ぬかと思った。それはこっちのセリフっす。言うてくれんと。言うてくれんと。あれこれ、あれこれ、あれこれ。私のセリフだよ、実際。ちょっと死んでたかも。下手したらここにいる3人みんな死んでたみたいっすね。伊藤子先輩、ひどいっす。裏切り者っす。ほら、伊藤の子、ほら。ちゃんまこに嫌われるぞ、こら。え？私を助けてくれるって言ったのに、確かに、ね、全然助ける気ない証言やわ。五道にビビってるだけやぞ。思いっきり首を絞められたっす。ああ、はい、もう嫌われた。はい、もう嫌われた。はい、付き合えません。ああ、でも仕方ないんじゃないかな。糸の子さん、めっちゃ怒ってる。ちゃんもからが怒ってる顔なかなか見れられんぞ。鈴木、嘘と裏切りには慣れてるっす。でも、今回の腹に一発、ズンと来たっす。ズンって来た。もう嫌いっす。顔見たくないっす。ああ、もう無理やな。糸の子さん、ご愁傷様でございます。しょうがない。女の子より仕事取ったようなもんやからな。私と仕事どっちが大事なのって言って仕事って言ったわ。糸の子さんは。かわいそうな糸の子刑事。しょうがない。次の証人って、そう、将兵なのよ。制服と豆が大好き。きっと手強いと思うっす。しっかりしたおじ、しっかりしてないけどね。頑固そうだしね。大丈夫なら男。千尋さんが出てきたら何とでもなるからね。千尋さんが出てきたら何とでもなるような気はするが。同日、午前11時15分、地方裁判所第4法廷。確かにね。まあ、自業自得っちゃ自業自得ですが。やっぱ女の子がいいって言うとかんとね。それでは審理を再開しましょう。護道家に次の章にお願いします。翔平ね。コーヒーを飲みながら翔を楽しんでラッキーな人生。老人ね。入廷させてやってくれねえか。翔平。構えとるかな。何者だんて。手前いがらしい翔平と申す者を、生まれも育ちも下町でございます。義理と年中には血と熱い。けれどもちょっぴり涙もろい。いやいや、それは一回職業聞かせてください。ニートです、ニート。追っかけです。制服の追っかけをしてます。いいか、若いの。この不景気で、紋付きが売れると思うか。紋付き？わしは職人なんだ。わっかり家紋書いておる。紋章上絵師という下町情緒あふれるの家業を営んでおる。わあ、職人さんだよ。たまちっこだね。バイト探そうとしたけどな。いいっちゃ私も書いてもらおうかな。まあ、本職はさっぱりなんでな。最近ハンバーガー屋のレジで無理やり笑顔を浮かべて、マジか、マジか。そのハンバーガー屋売れんぞ、無理やろ。キッチンに引っ込、そうそう。キッチンに引っ込んでるよ。表に出てきちゃダメだって。証人、あなたは事件当時現場のレストランにいましたね。さあよ。豆食ってコーヒー飲んで、豆食ってって、お前それも持ち込みかよ、あの店に。持ち込み OK なの、あの店。豆？こいつですわ。持ち込みがいいのかよ、あの店は。じいさん、あんた見たんだろ、あの日。よーくぞ聞いてください、その通り、わしは見た。そいつを話してみな。聞いてやるぜ。ありがとう、どうか心して聞いてもらいたい。なんか歌舞伎かなんか始まるのかな？目撃したこと。その客はスポーツ新聞を読んでおった。メキューさん、女球さんがコーヒーを運んできたのだが、中に何が、ほんまかお前。ほんとかよ。客がそのコーヒーを飲んだ瞬間いけない、腰として倒れた。ほんまかお前。ほんとかお前。メキューって何て読むんですか。女級って読むんですか。ウェイトレスさんですな。かっ投げかわし。あんたみたいじいさんまで西洋かぶれか。西洋。わしに言わせばトイレは便所。ティッシュはあくまでチリ紙。まあ、どっちでもいいけどやな。ベースボールは野球。サッカーは老朽。
バスケットは老朽。テニスは、テニスは低級。皆様方、もっと自分の国の言葉を大切にはいかんですつ。では、そういうことで尋問お願いします。無視された。無視された、無視された。まあまあまあ。うわ、ゲージがね。ゲージはきついんすよ。被害者の岡隆を見ていたわけですか？まあ、気になっておった。黄昏山の前哨の行方を。あ、スポーツ新聞ね。あのレストラン。そう、新聞がないね。テーブルの間に仕切りが立ってますよね。それがなんだ？被害者が見えたということは？おじさん、被害者の向かい側のテーブルにいたわけですか？かっ！わしは甲子園のためにレストランに行っておる。テーブルに座るためではない。そんな覚えてないわね。ウェイトレスさん見に行ってるくせに。まあ、この場じゃ言いづらいだろうね。ほんまか？ほんとか？それお前。それは重要なことです。間違いありませんか？この試合、ずっとこっちょくい、ちひとっとこっちょいでも、おっちょこっとくいでもない。知らねえよ、もうそんな自己申告されるんだから。視力だってしっかりしてる。両方ともかだ。いつの時代測ったな、その視力。最近測ったやつか、それ。最新情報をよこせ。コーシーに入れたものはわしはちゃん、コーシーに入れたものもちゃんと見とるわ。嫌な予感しかしねえな、確かに。まあ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 、一応聞くか、聞いたるわ。聞いてほしいでしょ？裁判長。コーシーに入れたものとは一体何だったのか。証言に付け加えてください。ふむ。そうですね。署にお願いできますかな。あれっと。こんなキャラでしたっけ？公園で会った時に。間違いねえ。わしに見せつけるかのように視力。嘘つけ、お前。嘘つけ、お前。嘘ひどいぞ、これ。目立ちたいだけの若手芸人みたいになってるぞ。本当にそんなもの入れたんですか？おう、ともさん。茶色の小瓶からサラサラとね。ほんまか、ほんとかよ。気を利かせて砂糖を入れたのかも。砂糖あんな茶色の小瓶に入れるか。しかし、あんな小瓶とは、どんな小瓶ですかな？こんな小瓶じゃねえかい？おい、来た！そんな小瓶ですわ。これは、生産会の小瓶ですか？異国人が何を入れたか、もう疑問でしょうねえぜ。辛い。それは辛いな。客はその講習の出しの声、いきなり苦しい、そして倒れたか。一口飲んだだけで？まったく、もったいないことするわけだね。980円のコーシーだぞ。全部飲んでコーシーの皿まで食って死ね。まあ、一口で行かれた、出たからってことか。無茶言ってんな。被害者即死か。生産会、無理よね。いきなりこう、パタッと食べて動かなくなりましたぞ。わしの腹の中のコーシーも急に酸っぱくなりましたわ。まあね。わかるぜ、その気持ち。で、そのウェイトですが、やはり。ちゃんまこね。ちゃんまこなんですよね。よく覚えてるということは？そのウェイトレスさんも何か特徴があったんですね。まったく、こっぱずかしい格好しよって。お前それを目的に言っとるからよう言えるな。太ももに、むむ、そのなんだ。太ももフェチか。丸出しじゃないか、どうなんだこれは。太ももフェチか、お前は。意義ありってどういうこと？特徴って制服じゃないですか。そんなの僕にだって着られる。いいのそれで。俺は弁護できんぞ、お前。その、お前のその発言、俺はもう何もフォローはできないから、自分でちゃんと汲み取ってよ。ナルオド君、それはちょっと無理があるでしょ。落ち着いていこうよ、ナルオド君。迷いちゃんに諭されている。もちろん他にも特徴はあったっす。余裕たっぷりだな、どうしよう。まあまあ聞こうか。聞いてほしいんだもん、どうせおっちゃんは。あなたはウェイトレスを見ているのかもしれません。しかし、重要なのはそれが被告人だったかどうかです。確かにそうですな。証人、あなたが言うウェイトレスの特徴、証言に加えていただけますかな。あれっと。ティアンディ、髪を揺らしたリボン、それに前掛けの紐がほど、
前掛けの紐がほどけておった。どういうこと？確かに細かいところまで覚えてるようですが、漢字の顔は？かっ、そんなもん決まっとろうが、わしは。この少年はエプロンの紐まで見てるんだ。か、俺だって間違いねえだろさ。わからん。しばらみリボンは赤でした。この通り、観察力に問題はねえぜ。いや、リボンでより、なんかメガネをかけてたとかないんかよ。ウェイトレスはっきり覚えたら間違いない。どうしよう、組織になるところがあるような。紐のことばかり。背中のことばかり。そうね、メガネかけてたかどうかがわかんないから、前から見たからよな。メガネかけてたの？あなたの言う特徴、背中から見たものばかりですね。背中？もしかしてあなたは？そのウェイトレスを前から見ていないのでは？意義あり。くっ、じいさん、言われてるぜ。人物の特徴を聞かれたら普通は顔のことを言うはず。しかしこの証人と来たら、背中の紐に赤いリボンです。まてい、人を変人みたいに言うな。変人やろ。ちゃんと見ているに決まっとろうが。じゃ、言えや、さっさと。さっさと言えや。あれっと。なんか増える一方だよ、豆のおじさん。だからもうブレブレなんすよ、こいつ。早く水を見つけないとまだまだ増えるぞ、きっと。喋りたがり。え？バカなの？バカなの？メガネ、メガネ、こら！メガネ、こら！それで、顔ははっきり見たんですか？おー、ともさ。これ来て聞き下がっちゃう男が捨てるってもんで。そういう問題じゃ。なんか意地になってんね、前のおじさん。本当にまこちゃんの顔見てんのかな？やっぱりなんとかして立証するしかない。じいさん、ウェイトレスを前からきちっと見ていいな。豆のおじさん、まこちゃんを目撃してんのかな。でもウェイトレスさん、せっかく目当てなんでしょ。あ、そういえばそうだったな。あ、私今、いいことを言ったんじゃない？五十嵐さんが見たウェイトレスが本当にまこちゃんだったか、確かめる必要があるよね。そうね。まあ、オッケーっすね。ちゃんまこメガネしてるんで、ここっすね。ちゃんまこメガネやね。これ見てメガネかけてましたって言わないはずがないでしょうよ。変なところがないって。かわいい、かわいかったぐらい言うたれや。一応。ええー！いやいやいや、メガネメガネメガネ。メガネメガネメガネ。伸びた伸びた伸びた。ええー！なんで？なんで？なんで？え？敬礼してる、まこちゃん。前から見て目につくような変なところはなかった。え、そういうことじゃないの？どういうこと？あ、こういうことか。あ、こっちかよ。こっちかよ。いや、メガネでいいじゃん。顔のことを、顔を見てますよねって言ってて、ね、顔を見てますよねって言って、確かにシミとかそれも気になるけど、あの、メガネをかけた可愛らしい子じゃって、言うのが、俺が言ってるの間違ってないんだけどな。五十嵐さん、こいつを見てください。か、貴様に似合いのババチエプロンだな。飯を食った後の孫の顔を思い出すわ。妙名はありますか？あるわけがない。そんなで名前が一応見たら忘れるもんか。お前もうそれ今言うたからな、お前。後で言い間違いでしたとか言うなよ、お前、ほんと。しかも逆ギレですよ。煽り運転ですよ、これ。バカなの、こいつ。なんだ。この大田脇はあんたと言わんばっかりの空気を。空気読めるじゃん。空気読めてるじゃん。ヒガレスさん、このエプロンは？
事件当日被告人がつけていたものなんですよ。え、いいじゃねえ。あなたの言う通りなんですよ。こんな派手なプランを忘れるわけがない。もし本当にそれを見ていたならばね。あ、じゃねえ。さっきまでの勢いはどうしたこれら、来いや。お、煽って来いよ。つまり、あなたはウェイトレスの背中しか見えていない。そう、あなたは、そう、ウェイトレス背中しか見てないんだよ。はぁ、あ。はぁ、あ。